この目が白眼じゃなくて、本当に俺の勘違いだった。俺の目って白眼なのかな。この目に本当に力があるなら。ひまわりか。うん、星空のざわめきが俺の打点手を解き放った。この偽りを砕くね、白眼から逃れられる者はいない。ただいま。おかえりなさい。お、鹿丸くん、また送ってくれたの？降り注ぐ光より俺は社員、光よりまばゆい闇、すなわち俺が世界を包むぜ。お、なんだ？それが、ボルトの様子が。俺の人は、暴走来週より早く、あんたの加護をよく。お兄ちゃんが変なの。なあ、そうみてえだな。で、お前の言うすごい力ってのは、何なんだ？白眼だよ。何？なんだよ父ちゃん。そしてお前がそんな修行をしていないことは俺が一番よく分かっている。要は俺のこと信用してねえってことか。少なくとも根拠は必要だ。ひまわりみてえに突然目覚めることもある。だから一概には言えないんだが。俺には見えるんだ！ボルト、ボルト、ここで言い争っても仕方ないわ。じいちゃんのところでもどこでも行ってやるってばさ。